反革命容疑者法はフランス革命期1793年9月17日に制定された政令。一部の歴史家はこれをフランスの恐怖政治の始まりと考えており、国家を席巻した革命的なパラノイアにつながる個々の自由の重大な弱点がこの反革命容疑者法によって露呈したと主張している。 反革命容疑者法は自ら革命の敵であると認めた、またはその疑いのある全ての人々の逮捕を命じ、特に非従順的な元貴族、亡命者、免職、または停職処分を受けた、公務員、官職につきながら反逆罪の疑いのある者、及び生活に必要な物資を買い占め、滞在している者を対象とした。反革命容疑者法は、 翌年に拡大され、より厳しいものとなった。この政令の適用と逮捕は、司法当局ではなく、監督委員会に委ねられた。この政令はまた、容疑者が自ら無実を証明しなければならないという原理を導入したが、これは後にプレリアール22日法によって拡大された。反革命容疑者法は、恐怖政治の影響によって1794年7月まで存続し、 その後廃止された。反革命容疑者法は法の名を冠しているものの、実際には法律ではなく議会による行政命令であり、法律の会に位置づけられる政令であって、フィリップ・アントワーヌ・メルランド・ドゥエとジャン・ジャック・クレジド・カンバセレスの提案により、フランス第一共和制下の国民公会で承認された。これは、 革命裁判所の創設を定めた1793年3月10日の法律を補完するものであるが、同法では容疑者の定義ははるかに狭いものであった。反革命容疑者法が制定される以前には、1791年11月17日の直例によって革命に対して必要に反対し、手に負えない坊主どもと呼ばれていたカトリックの聖職者が、 応答派の疑いあるものとされていた。1792年8月10日、ルイ16世の立憲王政が倒れると、彼らは革命を支持する、急進的なサンキュロットによって、追放、投獄され、時には殺害された。反革命容疑者という語は、俗語としては1793年までには存在していたが、これを定義する共通認識は存在しなかった。 パリの急進的な地区は疑わしい人々の逮捕を要求していたが国民公会は決定的な行動を取らなかった。1793年3月23日に国民公会は反革命が疑われた人々に対して武装解除を命じ、6月2日には貴族的で悪質な市民であると疑われる者は逮捕されるべきであるという判断を示した。反革命容疑者法は 9月5日にパリの各地区の3キュロットが国民公会に押しかけた後、ついに審議の対象となった。その目的は、どのようなものが逮捕され、裁判にかけられるべきかを広く定義することだったが、それはまた国民公会にその定義を採択することを強制するものであった。1793年3月21日の法律によって設立された公安委員会は、 反革命容疑者を逮捕し、処罰する権限を与えられていた。公安委員会は、容疑者のリストを作成し、逮捕状を発行する責任があった。市民は、善良な市民であることを証明する、両面証を携帯する必要があった。自由のために何も行動しない人々は、自由に対して害を与えているという容疑者についての有名な定義は、 1793年10月11日に、パリ自治会によって書かれた格言の一部であったが、しばしば誤って、この反革命容疑者法の文言とされている。1793年9月17日に、反革命容疑者の逮捕を命じる、フランス国民公会によって発行された政令の本文。反革命容疑者の逮捕を命じる政令。 1793年9月17日、昨年8月12日の政令を発行させる方法に関する立法委員会の報告を聞いた国民公会では、愛子の政令が交付された直後に共和国の領土にあり、依然として自由の身にある反革命容疑者はすべて逮捕される。通反革命容疑者とみなされるもの,の要件1、自らの行為、またはそのつながりによって、 あるいは言葉や文章によって自分自身が先制政治または連邦主義の党派に属していること及び自由の敵であることを示した人々に3月21日の法律で規定された方法により自らの存在意義と市民の義務を果たしていないことを正当化できないもの。三千両な市民であることを証明する両面証の交付を拒否されたもの、4過去に国民公開 またはその委員長によって定職、または免職され、復権されていない公務員。ご革命への関与を一貫して示さなかった元貴族、及び彼らの夫、妻、父親、母親、息子、娘、兄弟、または姉妹、そして亡命者のエージェント。6789年7月から1792年4月8日までの法律の交付期間中に亡命した者。 たとえ法律により定められた期間内にフランスに帰国した場合でもそれ以前に亡命していたもの。3794年7月の恐怖政治の終結は反革命容疑者法の実質的な廃止を意味した。革命監視委員会は地区の革命委員会による監督を受けてなお抑圧の実際的な行使を担当していたが、 反革命容疑者法は1795年11月の総裁政府の成立の直前、1795年10月に正式に廃止された。ありがとうございます。